Welcome, traveller. I see that you are lost on the way to New Zealand. Not a problem. ウォッチモチャジャパンへようこそ。今日はマインクラフトの偉大な作品トップ20全編をご紹介します。このランキングではマインクラフトコミュニティによって作られた最も創造的で野心的、そして印象的な作品を紹介していきます。最も印象的な作品は何ですか？コメントをお待ちしています。第20位、マチュポリス、マッテュ・フィン。これまで多くの森や砂漠、山、氷山のバイオームをマインクラフトで見てきましたが、人工的なエリアなら村や寺院、ピラガータワーが最も身近な存在です。ではマインクラフトの都市はどのようなものなのでしょうか。ユーザーのマトゥフィンは2つの建設プロセスを経て、このような巨大なメトロポリスを作り上げることに成功しました。マトゥポリスと名付けられたこの都市は西太平洋地域、特にワシントン州シアトルとカナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバーから様々な建築物や地形を取り入れたものです。高層ビル群、高速道路、ビーチなど迷子になりそうなほど魅力的な街です。できることならここで休暇を取りたいものですね。第19位、オリンポス山、ケイオスオリンプ。オリンポス山は映画やテレビ、そしてもちろんビデオゲームでも何度も繰り返し登場しています。誰かがマインクラフトで再現しようとするのは時間の問題でした。ケイオスオリンプはオリンポスの壮大さと威厳さを見事に表現してくれました。本当に神々にふさわしい場所のように見えますが、何かひどく見覚えがあります。プレイステーションファンの方なら、頂上のメインビルはゴッド・オブ・ウォーシリーズに登場するオリンポス山をモチーフにしたものだとお気づきかもしれませんね。水没させてしまえば本当にクレイトスの故郷のようになります。第18位、スラム街と大邸宅、セバスチャン・メイカー。スラム街と大邸宅という名の場所がビジュアルも構造も非常に美しいとは予想外でした。ユーザーセバスチャンメーカーが作ったこの小さな町は丘の中腹にあり、少し謎めいた雰囲気です。頂上にある巨大な屋敷は誰のものなのか、麓の村にどれだけの力を及ぼしているのか、村を解放するためにどれだけの刺客が彼らを倒そうとしたのだろうか、もしかしたらこれは貧しい町での不当な上下関係に基づいた作品なのかもしれません。ともあれ、ここが探索と観光を楽しむ場所であることに変わりはありません。第17位、花と骸骨、ドクターボンド。マイクラでの作品制作では建物や建築物が注目されがちですが、ブロックを使って驚異的な彫刻を制作している人も多くいます。この作品には大きな骸骨が玉座に座っており、その周りには花や骨張った腕、そしてその後ろには雄大な翼が描かれています。正直、トリビアムやアベンジド・セブンフォールドのようにヘビーメタルのアルバムのジャケットになりそうな感じです。欠けているといえば保護者の方へという大きなステッカーだけでしょう。第16位、デンマーク、デンマーク地質データ機関。旅行にはお金がかかるものだからこそ、モジョトラベルズは行き先を決めるお手伝いをします。しかしお金がない、あるいはマイクラにもっと時間を費やしたいという方は、デンマーク地質データ機関があなたをデンマークに招待するでしょう。というかすでに実行済みでした。そう、この国は1対1のスケールで作られ、つまり国全体が基本的に完全な制度でマインクラフト化されたのです。
残念ながら一部の訪問者はマップの TNT 無効化設定の回避策を見つけ、マップの大部分を爆破することに成功しました。デンマークはプレイヤーの間で人気のマップとなりましたが、現在ではダウンロードすることができないようです。第15位、ケルン大聖堂、ディヴァインメディカス。デンマークはもう存在しないかもしれませんが、ドイツの歴史を誇るヨーロッパのランドマークはまだあります。ケルン大聖堂はユーザーディヴァインメディカスによって制作されました。このゴシック建築は壁の隙間やエッジ、中庭の天使の像など非常に多くのディテールに満ちています。ディヴァインメディカスがこれを制作するのには600年もかからなかったかもしれませんが、 2,3 年で完成するとは到底思えません。第14位、アクロポリス、ペリオテック。アクロポリスを見ながらギリシャ建築の様式をもう一度味わってみましょう。ペリオテックという3人組の建築家たちは現実世界のランドマークを1対1の大きさで再現することに成功したのです。これで飛行機に乗る必要もお金をかける必要もなく、荘厳な神殿やユニークなレイアウト、豪華な景色を堪能することができます。もちろん本物にかなうものはありませんが、この再現されたアクロポリスは何度か訪れる価値があります。もっとすごいものを作りたい人はペリオテックに注目した方がいいかもしれませんね。第13位、ホグワーツ魔法魔術学校、ダ・フルーネットワーク。このランキングで架空の場所を取り上げるのは時間の問題でした。私たちはポップカルチャーチャンネルですから仕方ありません。ハリーポッターの有名な学校、ホグワーツ魔法魔術学校を再現したザ・フルーネットワークの努力は称賛に値します。これもただの探索用マップではなく本格的なモッドです。杖を使って呪文を唱え、ダイアゴン横丁を探索し、秘密を暴いてクインディッチの試合に参加することもできます。魔法界のファンであろうと、一般的なマインクラフトのファンであろうと、これは間違いなくダウンロードする価値がある作品です。第12位、マップズラン2020クアンティックスビルド。クアンティックスビルドはフランスのマインクラフトビルダーチームで、ファンタジー、神話、SF を中心とした不思議で息を呑むようなマップを作るために活動しています。ロードオブタイムやノバセルスシティは彼らの最も印象的な作品の一つですが、彼らが作った最高のマップはマップズラン2020です。岩礁の岩、古代遺跡、アトランティス風の都市など、この海底のユートピアで間違いなく迷子になってしまうでしょう。ジャンプコース、PVB アリーナ、ボートレース、アーチェリーの練習もできますよ。まるで小さな遊園地のようです。第11位、地球、レッツレント。これは地球を忠実に再現したものではありません。地球を全部作り直すのにどれだけの時間がかかるとわかりますか？そう、この作品は地球を1500分の1のスケールで再現したものなのです。制作者のレッツレントはこのマップを組み立てるのに40時間近い時間を費やし、この作業には多くのレイヤーと細部へのこだわりが必要とされました。確かに完全に正確なバイオームでないエリアもありますが、レッツレントがメイキングオブビデオで説明しているように、できるだけリアルさを維持しながらマインクラフトに登場する全てのバイオームを取り込むことを目標にしたそうです。小難しいことは言いません。目標は達成されたと言えるでしょう。いかがでしたか？ウォッチモジョジャパンの他の動画もぜひチェックしてください。チャンネル登録したら通知をオンにして最新動画のお知らせも受け取って。